今日最初タイだから。ワイルドな味するな。動画のノリだと匂いがきついので、最初これで柔らかくなるまで煮て、そしたらもうあとはブレンダーで味付けて回してます。で、茶碗蒸しは卵に対して3倍の出汁が入る。柔らかく食べてます。
ぐらいです。